後半戦です。登ろうね。なんか上に天井になんか一個ない？地に登ることはできない。いいだけだよ。いや、もっとね、右に持ってかないといけないよ。乗ればいいんだ。そうだ、あれ、ね、できてないじゃん。あ、こう、やだよ、そこのコンビネーション求めてくるのやだよ。最後に星取らんといかん出るから、めっちゃ高く飛ばんとダメなんかな。天井の意味が分かんないんだけど、なんだろう、3手で乗れるなら、そもそもな、ジャンプしてから俺を運んでくれでいいしな。あ、できた。え、できた。天井はあんま意味わかんないな。タイムカプセル、ここやばそうで。でも月が戻りなので、月はもう使い捨て前提で良い。最後の最後まで使い捨てで良い。で、ゴールに向かうために推しは一番最初に取れぐらいの感じだもんな。
これをね、取れんか取れんのか。こう上に戻したい、どこに戻すの？戻すってどこだよ。その1手目合ってたんでしょうかね。星は取れたもののって感じ。これ星は取れたものの、黄色い子は一番下の段に来ちゃうとダメと言ってんのかな。要はさ、この子がこうやってで歩いたとしても、実際はこうやって動いてるようにカウントされるわけだから、それができたらなんかこうこいつをここに送りたいんだよなっていう気持ちがめちゃくちゃあるよね。 1,2,3,4 だし、どうやって昼間のうちにやらないといけないのそれ。え、そんなことできる？ここに単体で来てジャンプすると夜の間ここで囲まれて、昼になったら 1,2,3,4 でゴールできる。黄色い子が昼までここでジャンプするみたいなことをなんか やれよって言ってますけどね。やっぱし黄色い子は落ちてはいけなかったのではないか。だからこれっていやありか。こうじゃない。こうじゃんな。それ落ちるんか。落ちるんか。なんか俺をここで救ってほしいんだよな、この子に。あ、これ道あるじゃん。知らねえ。昼間はない道ができるんだ。でもねえか。
もうゴールに行けよと言ってるんだな。だいぶ、だいぶだね。昼と夜で全くマップが違うので考えることもむずいわい。あれに乗りてー。もうゴールか。足りないっすね。誰がかりで星を取った上で黄色い子が落下してしまう。ただまあその月の上にいたまんまにするってこともできないわけで、分からず、もう手遅れだよなってことだけ分かる。まあよく分からないのはさ、オレンジをここに閉じ込める意味が あるか。逆走を防ぐんだ。そっかそっか。だからやっぱここでオレンジはもうここに来て逆走しない状態にしてからも、まあ、前進するだけでクリアだよね、なんだね。このターンで、ここ。星を取るために落下してる場合じゃねえな。星を考えなければ、なんかめちゃくちゃ早くゴールしちゃうのこれ。ゴールだけは簡単だよな。まあ右から降りるとそうなるよね。いや右から降りた、左から降りたでしょ。左から降りて一気にあそこまで行けるよねはアドバンテージではあるしす。俺がやれることもねえっす。なやっぱ来るの早えんだよ。来るの早えけど、これってつまり何？私が落下しなければどこでも今の行動が取れるよねってこと？黄色い子が完全に元に戻れるんだったらいいってだけなのか。こっちから降りてもいいんだ。戻れれば。なんかそこにちょっとした挙動のトリックを入れてあげていいのさ。わしはよ。星を取りたいからね。まあ、ずれるんですけど。こんなんじゃん。いや、思いっきり、ずれるにずれとるやないか、このもん。あのね、右から落とすはね、ありそうだなって思うんですよ。戻せるんだから。
乗って、乗っている?取れるかな。星とか関係ねえ動き方してっけど君。ここでさ、だってさ、もうこの子はさっきのこう降りてこうやっていくのセッティングになっちゃうからな。ここの子でもこうだから、なんか今一つって感じだったな。いや、星取れればクリアだな。やっぱここもあれですよ。前半のここの4次第じゃな。ここの4次第のよ。いつもそうじゃん、このゲーム。最初のここの4がどう決まるかだけだな。まあ、降りるタイミングとかもあるだろうし、降りた後のこの2回をどう動かすかみたいなこともあるだろうな。この子が乗ってるのはだいぶ面白い感じがするんだけど。あ、そこ消えちゃうのか。面白い動きを探す旅なんよ今。降りてもいいし、左に行くとずれちゃうから。これここで上に行かれると。微妙じゃない?どうすりゃいいんだ?なんか。黄色で落下してるけど、黄色の落下がなかった時に、どう動くかっつう話なんですけど、本当はここで落下してなんかやってんのが、落下しなかったことになったとしても1234みたいな話なんだよね。落下して、あれこうこうこう、あれそれだけ、ちょっと待ってよ。え、んこの子が降りる意味がなくない?これだとしたら、え、あ、なんか、え、いって、すごい、すごいな、このステージ、1手目が全く意味がないっていう、過去出てこないパターン出てきた。バタフライエフェクト、破れたり、1手目が何もしないじゃん。そんなことあるんだ。そんなことあんの。別解なのこれ。別解なんかな。めちゃめちゃシンプルな答えだねこれ。月のこの挙動が単体で終わってるっていうのが嘘でしょって感じするね。あ、じゃあ。まあ解けたからいい。あと2問ですけど、一応これがね最終ステージなんだが、俺はこれよりもレベル1の方がやばいと思ってるので、まあ壁があるのでね、月のこの挙動なんてなんかもう 1,2,3,4,5,6,7 みたいなことをやるんだよ。もうこんなん絶対そうなのよ。
月の挙動がほぼ確定だとして、じゃあこの子があと何するかだもんな。なんかそれに対して干渉できることって何？あの子がここで落ちないように見張ってましょうねぐらいしかなくない？知らんけど。いやでもどうせずれるから分かんないのか。どうせずれるんだよ。だってこれ、こんなことどうせするのよ。こんなことして、そうするとどういう挙動になるんだろう。いや、よくわかんない、わかんない。1,2,3、ここが変だよね。これって要はね、1,2,3,4ってやってるのが、ここ、ここでそれをやってるだけだから、5、1,2,3,4,5,6,7、右に向かって加速する力を得ないとダメなんだ。はい。落下してこの子にこう乗っけてもらって、でこの子がジャンプ遅いか遅いか、まあどうせ逆再生だからよくわかんねえ。この辺はもう完全に当てでやってるからな。どうせこんなことするでしょうでやってるから、で落ちちゃいかんのだろうね。そうすると、これが、下に降りちゃうっすね。あとあの星を取るのが、挙動をどうやって通りますかになるか。嫌だな。なんかこの2つあるうちのどっちかがフェイクですとか言ったらすごく嫌だな。最後のステージだからそういうこと仕掛けてくる可能性あるのが、意味のねえ床みたいな概念あんのかな。ゴールは全然月が通ればなって感じだもんな。わかんない。それって ここの話なのか、ここの挙動をもっと見直せよって話なのかだもんな。そりゃわからん。何ができますかね。いやでもさ、なんか、最後にやっぱ上に乗っかった上で、なんだ、自分でジャンプして取るっていう余裕はあんまない気がするな。なんかこの子が、こういう移動、こういう移動をすることはあるか。わかんないっす。そんなことあるのかな。最後ジャンプをしそうな感じがするわね。この辺はわかんない。なんかジャンプ2回でとりあえずこの位置固定とかできるから。固定のために生きてみるか。あー、連れ去られてしまう。いや、上に乗るのはありかも。ありかもありかも。なんかその上に乗るルートが結局ここになるんじゃないの？なんか、このルートなんじゃないの？知らんけど。あ、できた。
やっぱそうじゃん。やっぱそうだったわ。うわあ、やるか。え？やるか、最後の1。このステージは助走が長すぎるという件に尽きる。せめてね、なんかこの辺りに星があったら、それはそこまでが絶対確定だろうっていうルートが取れるんだけど、何もかもが最後までわからないんだよね、ここ。それがとにかくやばい。何もわかんない。何もわかんないでもね、結局ね。オレンジの子をここでキープはしたいわけよ。オレンジの子が動かせるタイミングってほんとあんまりないから、上を維持したいよなという気持ちはあるわけで、その上で、まあ、今までのステージの傾向から言って、この子がここに触れるのは確実でしょう。で、ただ1回目か2回目か分かんないんだよな。星を取りに行くタイミングでずらすんだとしたら2回目だろうし、だからそうそう、だから俺が言いたいのは、この子はここに戻ってくるし、この子はどうせここに戻ってくるから、最初のこの12ターン終わった時にこの状態になってるのであれば、これがある意味がないのよ。じゃあこいつの位置を変えるんだろうな。でもここに行きたい、ここに行きたいよって言ってる子に対して、ここからここより下の段に行くっていうことをやっちゃっていいんか。登れるならいいよ。ここは乗れないし、ここは昼間、夜は消えるけど昼は残る。だからこの子がここに乗っかってて戻れるのかな。この子はここにいた場合に 1,2,3,4,5,6、 なんかもしかしたらこの子の力でここに戻すことはできるのかも。そうするとここのターンでここにいた子がここに戻る。でその軌道に合わせてこの子が星を取りに行く軌道を確保したり、この子を上に持ち上げる軌道を確保したりしている。そういう話かな。それでやってみるのか。じゃないと意味が分かんないもんね。この子がここもしくはここにいる。いやでもここは遠すぎる。ここは遠すぎるよ。ここでいいと思うけどね。一旦それを目標にしてみる。無理じゃん。無理じゃないっすか。無理だったんじゃねえの。乗れねえじゃん。いけないな。今のが無理じゃないんだとしたら、今のが無理じゃない方法を取るんだとしたら、ここに乗った上でしかもこう来てここにジャンプすればこいつの頭の上に乗ってるってことになるし、その方がいろいろ便利かな。ここがダメならここだな、考えるべきは。
それは最後に撮るのは何？落下した後に右上、つまりジャンプ左落下なんだけど、あ、無理でしょ。だって落下が入るんだもん先に。じゃあ無理なんだよな。天井の上に行こうねはさすがに無茶が過ぎるでしょう。それともあれかな、なんかオレンジ色のこの別の考えだね。オレンジ色のこの位置は戻るけど、月のこうの挙動をなんかしたいだけなのかもしれないね。最初のターンは、ここのターンは、この子は別に戻る気が、この子の位置によって、ここの月の挙動が確定させられるから、これをここで使うときに、何かいい、この子にとってメリットのある動き方になっているはず。具体的には、上に乗れている状態。上に乗れたら最後の手で右右右、これねちょっと変なんだよな。もしもこの最後のターンを上に乗っかってこっちに移動するだけだとしたら、ターン数がやたらと多いの。最後にこれがある意味が分かんないね。最後にこれがある意味って、月がめちゃくちゃなところに飛んでるっていう意味だから、まあそれは合ってるか。月がここに行ってるよねと言っているに過ぎないね。最後のここのターンは、ここのターンでやっぱこれがここに来ること、それはそう、分かってはいるが、じゃあここでこの子をこっからこう乗っけて上にわーって持ち上げるぐらいのことならできそうだよな。タイミングは置いといてね。それだとなんかあの黄色い壁も通過してるし、この子がこんな感じで動いてるし、だからこの後そこがずれて、すごく面白い挙動ができるね。これクリアはできるけどのパターン入ったか。できてね、嘘でしょ。黄色い子が右に動いちゃってるのが、うわマジ。黄色い子ここで孤立してたけど、それじゃダメなんだ。ここで一回これを入れちゃったことが敗因なんだ。やば、クリアもできてね。この落下した奇跡って、いやでももう奇跡ないもんな、この子。星は取れてる星は取れてんのかい。くそ、いや最後すごい簡単だったな、星の取り方。左回って右に行くだけだ。ねえ、このぶち上げ方は、ぶち上げ方の微修正でいけるの？微調整？なんでもいいけど。これなんだね。一回どっかで左入力できてれば勝てるから、ここで
や違うか。一回左入力すれば勝てる。ここまでのルートってまたあれですか、この打ち上げタイミングを変えましょうかの話ですか。打ち上げタイミング変えたりジャンプしてみたりだもんね。なんか大体やることそれだもんね。あ、でもこれ間に合わないんじゃない。いや間に合うか。あ、いけた。できたぞ。違う違う、やばい。ジャンプ、これ待つのか俺は。あれでもさ、あ、いやいい、ここで触れてけばいい。できたー。実はそんな難しいことやってないんだけど、このここ何、結局何やったかってと、この子を持ち上げただけだな。この子を持ち上げたんだけど、ここの壁経由で持ち上げたことによって、この打ち上がるルートをここに変えることができたので、この子がこう降りられたね。なんだけど、これをね、逆算してそれしかないよって特定するのは多分無茶だな。あと、やはり混乱を防ぐために左半分は絶対なくていいです、これ。ここ絶対な、あっちゃダメだと思う、こんなもん。使わないだろうって分かったけど、なんか、万が一使うかもしれないって思わせるものを置くのは良くないと思う。ここが形が変わってるっていうものすごく意味深な状況になってるのも良くないと思う。ここはね、本当にもう勇気を持って削っちゃった方がプレイヤーにとっていいと思う。全体的になんかね、そのレベルの無駄な装飾要素みたいな部分が多いゲームではありましたね。もう本当にこれで終わりでいいのかな。 Steam の実績はあと1個は あるよ。あと1個あるな。 Status is your favorite game なんか言ってるけど、なんだろう、なんかオプションとかかな。間違えた。何を見ればいいんだろう。その実績は全部取ってて、ズズズ、なんだろう、一定期間操作しないとかそういうやつかな。ちょっとなんかこれ調べさせて、あと1個だから。
あー取ってない実績、他このステージで違う、最後のステージだな。ここで何も動かさない、全員下を入れる、これでいいらしいよ。これでいいらしい。まあまあ、この実績って感じだ。これはもしかしたらどこのステージでやってもいいのかもね。すべてを移動しないという入力にするみたいなのでいけるのかも。これで実績は全部取りました。えげつないゲームだったな。実績は全部取りました。あ、 OK です。クレジット見して。いや、すごい。一人で作ってんな。一人で？すごいね。すごいすごい。スペシャルサンクス、シンキーコミュニティ。はあはあ、はい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 。いや、すごかったっすね。その、すごかったっすね。難しかったっすね。いや、本当に。いろいろと、こう、気になるデザインの部分はあったにせよ、慣れてくれば、すごく面白いって感じ。そうだね。最初はその、インターフェースとか、表記されていない仕様の部分とか、なんかその、コマンドではなくて座標を記憶するんだよみたいな、そういう部分が教わってなかったから、それに慣れるまでにかなり苦労はするタイプのゲームではあると思う。実際複雑だと思います。2人のキャラクターが違うよね。うん、そうだねって感じだな。序盤で苦しんだのって多分あそこなんですよ。ちょっとどこだったかな、場所はわかんないけど、8桁コマンド入力しないといけないところがかなりきつかったんだよな。どの辺にあったかな、なんか、いや、ちょっと覚えてないけど、ちょっと覚えてないな。なんか、この辺りだった、違った、全然違った。まあでも、とにかくあれよ、太陽8、夜8みたいな感じのステージが難しかったんですよ、序盤。そこで紙とペンみたいなことが出てきちゃったのが辛い。やっぱ8桁はきついな。3ぐらいのやつはね、すごいなんか、程よく考えて進めるから、3刻みとか4刻みのやつはすごいね、やっててね、爽快感あって楽しかったのよ。あんまり外れたこともできないし、一歩ずつ進んでいくっていう。最後の方に出てきたクライムっていうステージも、一歩ずつ進んでいくだけだから、終盤に出てきてはいるけど、考えること自体はね、そんなにないんですよね。ここも登るだけだから。目的が明確だと分かりやすい。もう、だってここに来るまでに何回も登るギミックは出てきてるわけだから、実質そうだね。ここで新しいギミックが出てきたわけではない。本当になんかラスボスって感じだね。このゲーム中で一番感銘を受けたのは3マス移動するっていうステージだよ。どっかものすごい長時間詰まったステージがあったよ。そこが一番こう、このゲームの中で、あ、そんなことができるんだっていう意味で、ここだ、マナティだ、そんなことできるんだステージの中で一番こいつ凶悪だった。こいつ凶悪だったな。
3マス移動だっけ。2マス移動をセットしてからの3マス移動を実行するみたいな。いや、もう覚えてねえや。上から落ちた意味がなかったよねみたいなことを僕は文句言ってた気がする。違うな。一回後でやるんじゃないこれ。なんでもう一回やってんだろう。最初に一回待つんで、多分。こうだね、こうだね、ここここ、これ2マス移動に、まあ実質3マスではないな、2マスだな、2マスではあるが、2マス移動の子に引きつられることで、でもこの場所からカウントして123のところに行ってるからね。これが一番このゲームの中で面白いギミックだと思った。難しかったです。ここの記憶としてはそんなところかな。トータルで見るとよくできてるゲームだと思う。とっつきづらさはあるし、時間の巻き戻しっていう、ちょっと処理順が絡んできて時間の巻き戻しっていう部分で結構分かりにくいところはあるけど、なんかさっきも言った、なんかさっきと同じことを言っちゃうけど、分かってくるとすごく楽しいって感じだね。結構このゲームね、一気に一晩でこれプレイしてるんですけど、動画のパート数としてはいくつだろう、10いくつぐらいになるのかな。一晩でわーっともう駆け抜けるぐらいには熱中できたゲームでした。楽しかった。星を集めないでゴールするだけだったらかなり簡単だから、星集め込みのゲーム性だなと思ってます。まあそれがあるからここが開いてるしね。難易度としてはなんか結構まちまち、まあそうな、まちまちになるのは当たり前っちゃ当たり前で、一番最初のコマンド入力成功したらなんかズルズルズルとそのまま答えいけちゃうから、このゲームなんとなくね、その いきなり最初から最適解選ぶのはないでしょうとかね、一番最初に一回ジャンプ挟んどかないとクリアできないでしょうみたいな、こう知見がだんだん後半になると蓄えられてきてるから、すごく狙ってる形は分かりづらいし、試行錯誤が必要だったとはいえ、なんか試行錯誤のやり方が身についてきてるから、あまり そこまでものすごく時間がかかるということはなかった気はするけど、でもここ結局あれだよね、トータル1時間以上かかってるもんね。難しいことに変わりはない。で、僕が本当に嫌なのは、時間が止まってるところです。時間停止はマジで最悪なので、ちょっとそこは本当に、僕は全く好きになれなかったというタイプでした。人によってはそこの方がよりチャレンジングで、楽しいぞってなる人も絶対いるのは分かってる。けど僕は合わなかったなというだけの話。そんなところかな。で、曲がいいですね。このゲームずっと通してやれた要因として多分曲がずっと良かったっていうのがある。聴
聴いててちょうど気持ちいいんだよね。曲がいいし、もう見た目、このデザインに関しては文句ないんじゃないですか。すごくわかりやすい。起きてること自体はわかりやすいもんね。うん、ほとんど欠点のない、よくできてるゲームだと思ってます。万人におすすめ。あ、でもどうだろうな、ステージコンプリート目指さないんだったら割といろんな人におすすめできるのかもしれない。うん、パズルゲームそこまでっていう人でも触れるだけの価値はあるかなと思う。コンプリートしなくてもいいよ、こういう世界があるんだなっていう。まあこういう時間軸変えます系のゲームは倉庫版に限らずいろんな媒体で、ね、出てますけど、時間軸変える、歪ませるとか、空間変える、歪ませるとかっていうわけわからんやつ、それは難しいわって感じだね。なんかこう取り留めのない、本当に何のこう感想にもなってないような感想でしたけど、と楽しかったです、楽しかったです。ではお疲れ様でした。